ックプロデュースしやってもらいたくない？うん、超いいっすね。ダートに行って超フラマイできそうだよね。今もそうなんですけど、何も考えずただ遊びで何して遊ぼっかなみたいな感覚でただひたすら暇があれば曲作って、なんか面白い出来事があったらそれを曲にして、たくさん曲ができたらミックスでアルバムになるとか、そういう感じですね。ここでこうボタンを押してこっち行って、こうやって止めてこっち行ってみたいな。モノクロームも多分 9割ぐらい自分で撮ったやつですね。イエローテープも。まず18の時に初めて曲をレコーディングしたのがリキ君っていう、順次高田とか貧乏なんて気にしないのトラックメーカーのリキ君の家で撮ってて、でその時もまあ、毎週リキ君家行って曲作りまくってたんですけど、ある日から連絡取れなくなって、でレコーディングする環境とかがなくなってる時にミクシーで318から足跡が来てて、うわみたいな、318だみたいな。でその時にりょうくんのプロフィールになんかレコーディングしてますみたいなの書いてて、そこにメッセージでレコーディングしたいですみたいなの送って、でりょうくんのとこでレコーディングしだしたのが始まりで、年が全然違うし、とりあえず最初に電話してきて、地元だったからじゃあやろうってなったけど、そうなんかジェリーカールとかでニューエラとか被ってて、もう18歳っていうけど、もうなんかすごいなんか変なの来たなと思ってで、じゃあやってみようみたいな、自信はでもあるみたいな超言ってたから、うん、やってみようみたいにやってみたら、そうっすね、結構いい感じ、うん、で最初はお金払ってレコーディングしてたんですけど、なんか18とかでそんな金もなくて、で金ないのに頻繁に行ってなんかミックステとか作るわけでもなく曲を撮ってたんで、りょうくんがなんかもったいないから自分でやれるようにしなよっつって、パソコンとかレコーディングする方法とか機材をいろいろ準備してくれて、でそっから一人で自分で曲をレコーディングして作って、りょうくんに送って、でその中から曲がいっぱい溜まってきたんで、じゃあもうそろミックスで出そうかっつってイエローテープになって出ました。リカノンフィクションなんですけど、お母さんが薬中で家でおばあちゃんとよく喧嘩しててとか、片親の友達の家でたまってとか、壁に落書きしたりしてとか、ね、そんな感じでした。これは自分の実家の神谷堀の団地ってとこで、ここには何歳まで住んでた？ここには18ぐらいまで住んでましたね。都会でも田舎でもない中途半端な落ち着く場所です。夜とかも超綺麗ですね。花火見えるっすね。なんか長面だったけど、まあでもちゃんと見たことないですけど、とあそこで友達と花火したり、あそこの壁際に落書きしまくって
何日も連続で変えてて捕まりましたね。お、ビルコーデです。じゃあ声変わりにしてチンゲも生えて大人になっちゃいました。25,000円今度渡すわ。何の場合ですか。ビリキュウリの出演で次会った時はまだ請求書書いて出しててまだ振り込まれてないんで、後でいい申し上げるから。うん、出たらダメなの。お前にダメにされてんの。出分けんの。さすがに熱あんの。マジだ。何度。え、何度。30度。もう帰っていい。じゃあね。どんな生活でも普通ですけどね。ヒップホップやってる人とかも全然いないし、オラオラ系が多いですね。住宅地ですね、この。ここがそうできたんですよ。全部これがなんか東亜スチールっていうでっかい工場で全部潰れて、その地域が全部これが建ったんですよ、5年ぐらい前に。テレビなんですか。テレビ撮ってるみたい。俺もわかんない。あ、すごい。え、どこですか。テレビ撮ってる。いつテレビこれが隅田川です、ね、でこっちが足立区で向こうが北です。この辺でバディーズって曲のビデオを撮りました。もっと体にテリラ、もっと体にテリラ、これじゃまだ少ないじゃん、全く物足りないな。なんかスケーターとか止まりそうですけどね。ね、スケーターとかあんまりいないですからね。確か今歩いててみたいなタトゥー入った人がいる違和感半端ない。そうですね。Hello Kitty, Hello Kitty.Hello Kitty, good pussy and titty. Hello Kitty. ただ音楽でこのミクステを出してなんかもう仕事したくねえみたいな、絶対仕事しねえって思って仕事辞めて、できる限り金がなくてもなんか音楽以外の仕事はしないようにし始めることができるようになったミクステでしたね。でもあのミクステを出すまでは雑誌とかも出たことなかったし、なんかライブとかしてもお客さんが歌ってくれるとか全くなかったんで、そうですね、あれ出して全てが変わりましたね。でその本当の意味で見といてもらいたいのが、あそこ関野っていうのが駄菓子屋で、あれは結構いい感じですね。まだしかもババアも生きてるっていう、これもずっとあるやつ。完璧じゃなくていいのに、なんとかなるから適当に。これで行ってました。東中で楽しいよね。超溜まってた。団地のあれ交番の裏あたりのとこ、どこだろう。あの中条、もともとあのイエローテープの曲ができる前は超真面目で、ネガティブとかなんか変に真面目、なんか自分っぽくない無理した真面目な歌い方とかしてて、でりょうくんにもっと普通に歌えばいいじゃんみたいな、もっと喋ってる言葉みたいに歌ったり、普段の生活のことをただそのまま歌えばいいんだよみたいなことを言われて、でそれでいいんだって気づいて、超適当なこととか全然内容がないようなこととか、普段の喋り言葉に近いようなラップがイエローテープで、そうなりましたね。どうですか、うまいですか。ここ関野とかめっちゃうまいです、ね、看板なんどこにも書いてないけど関野。
ここで We Good って曲のビデオと飛行機のビデオを撮りましたね。それピロティです。なんでピロティ？ピロティ、なんでかは分かんないです。みんなピロティって言いますね。5年前にお客さん誰もいないとこでライブしてたの忘れてないし、まずイエローテープ 1,2 を作って、でアルバム、ファーストアルバム用に曲を作ってて、でそしたら結構すぐめに曲数もたくさんできて、でも内容がラブソングとか女の子系とかチャラい系が多くて、イエローテープの時もチャラい系多かったんですけど、真面目なのが 1,2 割入ってたんですけど、その真面目なのの 1,2 割を先に EP として出した方がいいかなってなって、で EP 用に真面目みたいなあんまチャラくない系のを作ってたら曲数がたくさんできちゃって、じゃあもう EP じゃないからアルバムにしようってなって、なんかしかもチャラいのばっかり歌ってても自分でも飽きるし、自分で飽きたら聴いてる人たちも飽きるだろうし、必要なもの持って出発、ボストンバッグはフェンディ、空港に向かう電子じゃなくてローバーのレンジ。今あれサードアルバムが半分ぐらい5曲ぐらいできてて、でそれの完成をアメリカでさせたいなって思って、前回今年の6月にアメリカ行ったんですけど、その時超食らってリリック書かないで歌うやつとかフリースタイルで曲完成させちゃうみたいなとか超刺激があって、ずっと同じ場所で曲作ってても同じような内容の曲になってくるし、新しいとこでやったらまた新しいリリックになるだろうしって感じです。いつから行くんですか？1月中盤ぐらいですね。そうですね。オンエアしたのしてるぐらいです。マジですか？もうその時にはアメリカにいるのかもしれないですね。